ぞもです。今回は Photoshop の空の置き換えツールで空のところだけ画像を置き換えたいと思います。このように元の写真の空を自分で好きなように置き換えることができます。今までは色域指定や描画モード、手動でマスキングするなどで空を置き換えていましたが、作業工程が多く大変でした。ですが最近のアップデートで空の置き換えツールが追加されたことによって、 AI が元の画像の空だけを自動で認識して新しい空に置き換えてくれます。賢いですね。それでは一緒にやってみましょう。まず置き換えたい元の写真を Photoshop で開きましょう。空を置き換えツールは編集、空を置き換えからアクセスできます。まずこれを選択しましょう。ここで空を変更したり微調整することができます。ライブラリーにサンプルの画像は結構入っていますが、自分の PC からの追加も可能ですよ。ここからは空の置き換えに関する応用テクニックについて説明します。空の置き換えをするとき、初心者がよくミスしてしまう点があります。それは元の画像と空の雰囲気が合わなくなることです。例えばこの空は霧がかかっていて冷たい雰囲気があるのに、元の画像は晴れていて若干緯度の温度差があります。このままだと違和感があるので少し加工しましょう。新しく自分の PC から同じ空の画像を一番上にドラッグ&ドロップしましょう。このレイヤーの雰囲気や色温度をベースにして前のレイヤーに適用しましょう。まずはフィルター、ぼかし、ガウスをクリックしましょう。必要があればぼかしの強さをここで調整しましょう。問題がなかったら OK をクリックします。次はレイヤーウィンドウの不透明度のスライドで調整しましょう。このように画像を見ながらスライドを動かして調整してみてください。ここが一番いい感じですね。最初と見比べるとだいぶ違和感がなくなりましたね。今の作業を簡単に説明すると、地面と置き換えた空のレイヤーの上にぼかしたレイヤーを重ねて違和感をなくした画像を作りました。いかがでしたか？今回の説明は以上です。解説してほしいネタがあったらコメントに書いてね。最後に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。